テレレッテレレッテ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 ッ、マイケル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 デルケル、マイケルマイケルマイケルウォッチチケケ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 ウォッチチ。どうもマイケルウォッチ薄いことマイケル薄いです。ということで今日はですね、子供にも大人気妖怪ウォッチ薄いです。ちょっと古いですかね。いや、結構今でも好きな人は好きなんじゃないですか。そうですよね、まあ、僕もマイケルウォッチ大好きです。相当流行りましたから、ね、はい、今日はこのマイケルウォッチでたくさんの人を笑かしていきたいと思います。はい、まあこういう冗談はさておき、まあ、今回ですね、あの車のパーツを結構紹介してるんですけど、まあ、今回はですねアルパインスタイルから便利グッズが出てるので今日は紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。 GO! はい、ということで、まあ、今回紹介する商品はこちらです。なんもないやないかい。でも大丈夫です、僕のマイケルマジックで出してあげましょう。それでは Are you ready?こちらです。まだちょっと中身は見えていません。ちょっとあの僕手袋してたらちょっと何でも鑑定団っぽいですけど、じゃあ早速開けてみましょうか。トゥルルルートゥトゥルルルートゥトゥルトゥルルルルみたいな感じでね、やっていきます。こちらですよ。デデン、見てください。アルパインスタイルとは書いてあるんですけども、はい、今回紹介する商品はアルパインスタイル製の充電パッドでございます。充電パッド、はい、ということは置くだけのやつってことですか。置くだけ充電です。コースターではないんですか。これはコースターでも、おばあちゃんのポタポタ焼きでもないです。サイズ的にはちょっと雪の宿っぽいぐらいの餅キッチンのせんべいぐらいですね。あ、ほうほう、はい、という感じで、で、箱を開けるとケーブルと置くだけ充電の本体と、あとはこの取扱説明書の3点セットです。まあ、先ほどはちょっとあのコースターとかポタポタ焼きとか雪の宿とか餅吉とかいろいろちょっと言っちゃったんですけど、まあ、冗談はさておき、持った感じは思ったより軽いです。僕あんまりちょっとあの置くだけ充電っていうのをなかなかこう触ったりこう見たことはあんまりないんですけど、見た目以上に多分軽いと思います。コースターぐらいです本当に。で、なんといってもですね、この肌触り触り心地がめちゃくちゃちょっと高級感があっていい感じっす。うん、なんかわかります、はい、あのすごい高級感のあるマット、はい、やっぱあのマットブラックといえばアルパインスタイルみたいなとこあるんでいい感じっす。なるほどですね、はい、であとはこのロゴとこの マークですね、はい、なんかこれ光りそうな雰囲気プンプン醸し出してますよね。そうですね、はい、あと裏はこんな感じになってます。滑りにくい感じというか、はい、なってるんですかね。ここの感じですね、はい、あとはワイヤレスチャージャー。それ横から見るとどんな感じですか。薄さっていうか、薄さはもうだいぶ薄いです。もう薄さナンバーワン決定戦多分1位取ります。10ミリはないですね。10ミリはないっす。はい、あの皮とかで水切りできるぐらい薄いっす。ちょっとそれはしないですけど、はい、まあ、この薄さで本当にこう充電できるのかっていうぐらい薄いっす。で、あとは USB、 こちらタイプ C ですかね。あ、なるほど、タイプ C の方を本体に挿して、はい、A 側のケーブルを各種 AC アダプターや挿していただければ、はい、そうですね、まあ、パソコンとかでもいいと思います。わかりました、はい、ではあの早速ちょっとあの使っていきたいと思いますんで移動したいと思います。マイケル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 デルケンデラレンケン。引き続きマイケルウォッチ薄いです。ということでこちらご覧ください。
まあ、あのアルパインスタイル福岡 R3 では、まあ、先ほどの置き型充電はもちろんなんですけど、まあ、こういったアルパインスタイルから出てる小物のグッズだったりとか、あとはこのアルパインの新作のドライブレコーダー、それとアルパインスタイルの限定モデルデジタルインナーミラーも常時展示をしてるんで、ぜひ皆さんご覧ください。はい。フーツパーで、まあ、あの本題なんですけど、先ほど紹介した置き型充電、こちらに実際にあの電気を通している現物がありますんで、実際に置いてみましょう。了解です。はい、まあ、まずですね、こちらが何も電源が入ってない状態、はい、そしてこっちが電源が入ってる状態ですね。わ、うん、かりますか、違いがわかりますか。光ってますね、ロゴが。ロゴが光ってます。どうしても、はい、カメラ越しではわかりにくいんですけど、はい、すごいムラなくしっかり上品に光ってますね。これ本当ですね、輝きすぎてない、あんまり光りすぎてない、上品な光り方になっていると思います。でですね、早速この携帯を置いてみたいと思います。調整君、スマートフォンって言ってくれませんか。あ、すいません、スマートフォンを置いてみたいと思います。いやお、これ充電できてますね。充電されてます。これで差し込むことなく、もうこうやってで置くだけで充電されます。家に帰ってきてからの、はいはい、もうスッと、はい、もうこんな感じです。ただいま、わおみたいな感じです。はい、それはスマート、とてもスマートです。めちゃくちゃスマートです。スマートにスマートフォンを置くっていう。あの出かけるときはどんな感じなんですか、ね、出かけるときですか。はい、こうやって置いてるじゃないですか。はい、シャープしてこうメイクとかするじゃないですか。はい、よし、行ってきます。スッと、あまりにもスマートすぎてちょっと画面から消えるのが早かった。そうでしょ、もうスマートすぎて見えないと思います、はい、いつ撮ったかわからなかったです。はい、それがこのアルパインスタイルの置き型充電。そしてそして気になるプライス、金額だと思うんですけど、発表します。皆さんいいですか。でなんと2700円でございます。これ税抜きです。なんで税込み2970円。税込み2970円、はい、となっております。3000円切ってます。そうですね、僕置くだけ充電器のイメージって5000円とかって思ったんですけど。そうでしょう、まあ、アルパインスタイルのロゴ入って品質も間違いないはずなんで、はい、そしてまあ、あの上品さとアルパインスタイルでこの2970円っていう、もう価格破壊ですよ。じゃあこらということでですね、置き型充電器紹介しました。まあ、他にもアルパインスタイルではあの今後ですね、また一件ずつレビューはしていきたいと思うんですけど、ホイールのバルブキャップだったりとか、アルベル用のドアストライカーだったり、いろいろこうあるんで、今後一つずつ紹介していけたらいいなと思っております。動画は以上になりますが、こちらの動画を気に入っていただいた方はいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チース。それではバイ、センキュー。